でオーディションのたんびに必ずダイアレクトコーチっていうのに通わないといけないですよね。まず日本人ですし私帰国でもないし、はい、その言葉の問題で言葉の問題でやっぱり発音を矯正する先生のとこ行きますよね。それで$250約3万円近くがぶっ飛ぶわけですよ。で今度演技の指導の先生のとこ250ドルぶっ飛ぶっていうともう1回のオーディションでそのぐらいのペースで行くととんでもないことになるわけですよ。だからそのうち出ていくお金がたくさんあって、はあ、そうです。それでアメリカはヘルスインシュランス国で賄ってくれるところではないので自分で買わなきゃいけない。はい、歯医者だってものすごい高いですよもう本当に全部自分でやってらしたっていうのがよくわかりますそのね、前回私お会いした時に私は諦めないという番組で実は工藤さん、こんなことを語っておられましてその時の様子をですねちょっとご覧いただきましょう、はい、恥ずかしいな、はい、どうぞ。未だにすごいやっぱり夢なのは日本のやっぱり本当にいい映画に出て、うん、やっぱり外国に本当に外国人の人からすごいこうやっぱ日本人として尊敬されるような映画でやっぱりこう主役を務めてみたいなっていう日本人としてこう認められたいっていう女優さんとしても、はい、ね、アメリカでこう一生懸命やっておられてこれなんか疲れてる顔もしてましたよねその映画をなさってから主演なさってから日本語のことだったんですけれど、はい、その時にいつか日本でその日本の映画でこう勝負したいと語っておられたんですがそれが実は今回、ちょっと夢に一歩近づかれたというか17年ぶりに日本の映画の主演を今度なさったんですね、はい、それが今写真が出ておりますが春よ来いという映画で、はい、これちょっとストーリーをお話ししますと田舎のこう日本の田舎の港町でその、ご主人が夫が犯罪に巻き込まれて逃亡してしまうとでその逃亡している間女で一つで子供を育てながら夫を待つ妻という役を工藤さんがやっておられます。ちょっと映画の中からワンシーン皆さんにご覧いただきたいと思います。どうぞ。強氏がどやんか思いで過ごしてきたかあんたには分かると、こやんか記事書いてあんたに、あんた何も分かっとらんねん。泣きなさい、見ただけでもなんかじんわりきてしまいますけれど結構、ボロボロ系っていうか結構泣けるいい映画ですね。こう日本の映画でこう勝負をしたいというふうにアメリカを経てこう思ってらした工藤さん、久しぶりにこう日本の映画にお出になっていかがですか、今の気持ちは。そうですね、ずっとアメリカを目指してた時っていうのはやっぱり東大元暮らしっていうところがあったのかなって思うんですね、うん、なんかどうしてもこう自分のうちにないものってこうねすごく羨ましく見えるところがあって、それこそアメリカでキャリアを積むっていうことを重視してずっと日本をこう割と開けてはきたんですけれども、やっぱり本当に日本の映画の持ってる良さっていうか日本人が忘れちゃいけないやっぱ本当の日本らしさっていうか、逆に私は外国でその義理とか人情とかよりもお金とかそれから地位とか名誉とかっていうことが重視される本当に資本社会のもう先端の場所でかなり揉まれてきちゃったので、はい、はあ、やっぱこういうものにすごく惹かれるっていうか、やっぱ魂を揺さぶられるというか。じゃあ逆に今日本に気持ちはこう向いてきているということなんですね。やっぱり、やっぱ私思ったんですけど、やっぱ自分の生まれたところっていうか、はい、やっぱり自分の家族以上に自分を愛してくれる場所もないし、自分の国以上に自分を大事にしてくれる場所もないのかなって思うような気がします。はあ、はい、なるほど。
それで工藤さんは今再び日本に拠点を定めておられるのですが、はい、ちょっと次の、工藤さんがそうして選んだ日本っていうのがまたこれが違う段階なんでございまして、はい、ちょっとこちらもですね、あの NHK の番組にお出になっている工藤さんの今の姿をちょっとご覧ください。どうぞ、はい。富士山のふもとのすごく自然が豊かなところにやってきたんですが、工藤さん。あ、どうも皆さんこんにちは。何をされてるんですか。あ、これはあの近所の久保田さん家っていうところからあの買った結構いい堆肥なんですけど、これあの牛肥なんですよ。それをちょっと今あの土作りのために撒いてるところです。あのひょっとして工藤さん、この後ここの畑は工藤さん。そうですね、こっからその奥まで全部うちなんですけど。あの奥も。はい。いや、こう葉っぱとかも農薬使ってないじゃないですか、だから結構本当は大丈夫でしょ。よく頑張ったいや、今あのこれ2年前の映像だったんですけど、あのこの映像を見ながら頑張った、今も全然違う姿になっているんですね。いや、今の畑はすごいですよはい、今その久保田さんの近所に住んでおられて、その富士山の近くにこんな畑を持っておられて、そこで生活しておられるんですよね。そうなんですね。この時もまだ怠慢してた時っていうか、まだなかなかできてなかったんで今ここまでですよね。さっき の、はい、あの上田さん来てた時はこの上の段までだったんですよ、畑が。はい。でこれは、はい、これはもうちょっと後であの撮られた写真なんで、ここまでなんですけど、今はこの全部の後ろまでですね。もう熱くその農業をこれから語られると思いますが、はい、こうね、一応俳優っていうあの一応、はい、矢印出させていただきましたがどうして農業なんですか。しかも農薬も使わず肥料もやってない、はい、肥料も農薬で今やってるんですけど。どうしてそこに来ちゃったんですか。だってこういや、まあ、こんな生活してたんですよ。本当に大変な生活だったんです、アメリカの時は。空薬食べられましたけど、それはオーバーですね、はい、でもバイト3つぐらい抱えて。バイトもしてました。はい、バイトもしててですね、あの結構、うん、あの大変だったんですね、はい、生きてる状況が、はい、であのやっぱりこう自分で農業をアメリカにいた時に始めたんですけど。そうですか。やっぱ体は一番大事なものだなと思って、食は稲荷って言いますから、はい、やっぱ自分の口に入るものを自分で作ってみようかなと思ったところから始めた。はい、始まったんです。ちょっと稲塚さんどうしたの。今日はですね、さっきあの冒頭にご紹介したこんなお野菜でしたね、はい、このお野菜、自慢のお野菜をふんだんに使ったお料理を今日はお持ちいただきました、はい、ありがとうございます。ではお鍋開けますよ。よろしいですか。オープンします、はい、じゃーん。はい、カレーでございます。カレー、名付けて勇気の勇気カレー、拍手。流れになっちゃった。勇気の勇気カレー。カレーを、あ、お好きなんですか。これはですね、はい、私のこだわりの一品なんですけど、勇気の勇気なんて生優しいカレーじゃないんですよ。これ勇気の、はい、あの完全無農薬勇気カレー、添加物ゼロって言ってほしいですね。もう本当にゼロ。はい、素晴らしい。もう野菜と、はい、有機栽培のオリーブオイルと、ヒマラヤの 2000m 下から掘り上げた岩塩と、それからトマトピューレと、はい、あのフレッシュトマトと、それだけで作ったものです。食べてみたい。食べてみてください。盛り付けていただけますか。これ2つしかないよ。あら、一つあの差し上げますから。あ、いや、いいですよ、2人食べてください。ね、手前味噌になっちゃいますからね。うわ、うわ、なんかあの、あんまりこのとろみあります。水分がない感じの、水分がないっていうかね、いや、ていうかこのとろみがですね、普通は、はい、あの小麦粉でつけるわけですね。小麦粉とか、それからあのパームオイルとか牛脂とか豚の脂みたいなもので、とろみをつけたりするんですけど、これ完全に食物繊維です。野菜だけで作った。お野菜そのもののとろみ、はい、これ一切あの小麦粉のつなぎとか入ってないです。小麦粉入れてないんですか。小麦粉ゼロです。あの本当に野菜と、それからあの、有機栽培で育ったあの本当にスパイスしか入ってないです。じゃあカレーはスパイス、あ、カレーって小麦粉が入ってると思ってました。それちょっと小麦粉入れるのは邪道です。邪道、はい、なるほど、邪道でございますか。はい、でこれはですね、はい、本当に完全にあの、はい、無農薬で有機栽培とプラス在来種のものとですね、はい、無肥料栽培で育った野菜が、はい、結晶になってます。